どうも、めちゃめちゃメスです。はい、ということでね、もうこれはね、大興奮ですよね。同志社郡がね、大阪学院高校をね、倒したということでね、もうこれはもう衝撃っていうよりか、もうおもろすぎますよね。もうこれね、試合見とってね、もう大興奮でした。で、このね、大阪学院がね、なぜ負けたのかとかね、そういうね、原因とか、そういうのと、なんでね、この同志社郡ってどこやねんとかね、結構大阪以外の人やったらね、同志社郡ってね、あんまね、知らないと思うんで、そのね、同志社郡のね、強さとか、そういうのもね、ちょっとね、こう教えていきたいなということで、まずなんですけど、ね、2対1で、9回もね、もうめちゃくちゃやっぱね、大阪大会の独特なね、盛り上がり方でね、で、8回、で終わって、ほんで8回裏にもね、チャンス作ったんですけど、ピッチャーのね、まずこの北野くんっていうね、同志社郡のエースの子がいるんですけど、まずね、この子がまず良すぎましたよね。大阪学院に対してもほんまに完璧なピッチングで1失点かな。ほんで4回までなんかもうほぼ、なんかポンポンとも大阪学院がね、もう全く打てない感じのね、雰囲気も、ね、めちゃくちゃ出てましたし、そんなね、ピッチャーがね、ね、普通にこういうね、大阪ってね、結構埋もれてることが多いんですよ。だからこの春まで無名のに、急にね、夏ね、こう調子を上げて、えぐくなるピッチャーっていうのがね、大阪大会にはね、毎年ね、急に出てくるんで、それがね、もう今年はね、このね、北野くんかなと。マックスはね、144らしいんで、ほんで常時、130後半でね、やっぱコースにね、ここまでね、綺麗にね、決めて、ほんでスライダーとかもね、やっぱり全く浮かなかったですよね、球が。だから全部ね、ローボールにね、スライダーをね、完璧にね、この収めてるね、このまずね、まずこのね、北野選手っていうね、このピッチャーがね、まずとりあえず言えるのはほんまにエグいなと思いました。で、この大阪学院なんですけど、これね、敗因としては、一発勝負なんで、仕方ないんですけど、これはね、同志社郡をちょっとなめプしたんちゃうんかなっていうのが僕の中の意見で、で、それはね、何がやねんとかね、なんでやねんっていうのは、やっぱこれね、なんで松下くんでいかんかったんかなっていうのが僕の中では、確かにこの前川くんっていうのはね、試合作れるんですけど、剛腕のね、バチバチね、球速いってピッチャーじゃないで、ないじゃないですか。でね、こういうピッチャーっていうのは、結局ね、公立高校っていうよりか、同志社郡私立かどうかわかんないんですけど、なんていうんですかね、そんなにめちゃくちゃね、強豪じゃないチームからすると、ちょうどね、打てるぐらいなんですよ。でもこれ、松下くんっていうね、ピッチャーは、マックス148でも150キロね、近く放るピッチャーなんで、やっぱりなかなかね、ヒットは打てないんですよ。やっぱこういう、なんていうんですかね、あんまり名前のない高校っていうのはね、早すぎるね、球っていうのは打てないんですよ。ってなったら、やっぱりその早いピッチャーで、ね、結局もう低反発バットなんで、いくら学院でもね、もうロースコアに、なるっていうのは、やっぱこのピッチャーのね、偵察をね、やっぱり対戦相手なんでね、学院はね、めちゃくちゃしとったと思うんですよ。やったらもっとね、もう1、2点取られたら、もうほんまに負けてしまうっていう対策をしとったら、やっぱりこれ、前川くんで先発いかんかったんちゃうんかなと。でね、やっぱり結局思うのは、やっぱこういうね、強豪校を倒すのは、やっぱこうやってね、1、2点ね、なんていうんですかね、このまぐれっていう言い方おかしいんですけど、1点から2点をどういう形で、であれ、2点入れて、ほんでね、それをね、ずっとね、守り抜くっていうのがね、やっぱこのね、強豪校を倒す、ほんま倒し方やなっていうのをね、ほんまになんか今日見とってめちゃくちゃ思いましたね。で、このね、同志社郡ってまずね、どんな高校やねんとかね、そういう話をすると、まずね、これね、大阪の野球とか特になんですけど、これ同志社郡っていわば僕の地元なんですよね。ほんまに氷ヶ丘っていうね、僕の近くの、同じ寝屋川僕出身なんでね、わかるんですけど、こういうね、寝屋川にある高校って、寝屋川とかこの枚方とかね、その辺にある高校の、野球部って、結構、いわばなんですけど、ほんまに
強いチームにおる選手とかはやっぱそれなりのね、まあとこに行くんですよ。例えば、まあほんまに桐蔭とかね、もうめちゃくちゃ上手い選手は、ね、行くんですけど、あの大阪のね、まあこれは中学野球にまでねちょっとね、遡るんですけど、あの軟式チームが結構あるんですよね、大阪っての。特にこの寝屋川あたりって、でそれこそあのミーヤンキースとかね、ジュニアセブンとか、ほんで、カドマにもね、カドマビッグとかね、結構ね、名前のあるね、軟式で、ファイブとかね、結構ね、このね、軟式の野球っていうのが、この寝屋川とかも、この北川地ら辺ですね、に結構あるんですよ。で、これがね、なんやねんっていうと、これ、ここに、じゃあここに、あの、おる選手たちが、あと、ミーヤンキースもそうかな、このね、軟式育ちの選手っていうのが、全然名前も売れずに、そのスカウトもされずに、その地元の公立とか行ってめちゃくちゃね、強いっていうパターンが結構あるんですよ。だからこの同志社交流は、まあいわばほんまにね、あのそういう選手たちが結構行くところなんですよ。で勉強もできるし、そういうところ行って、で結局ね、この大阪大会とかなったら、あのその辺のねシニア行ってるやつよりかね、うまいパターンとかがね結構あるんで、だからやっぱこのね、寝屋川とか枚方とか、やっぱこの辺のね地域の、ほんまにね、それこそボーイズとかね、シニア入ってない選手っていうのは、結構ね、そういうパターンがね、多いっていうのをね、まずね、ちょっとこれ、大阪野球の、大阪高校野球の豆知識としてね、ちょっと覚えとってほしいなと。だって、あれもじゃないですか、あの、寝屋川高校がね、大阪桐蔭の、選手に、大阪桐蔭ね、春めっちゃ苦しめたじゃないですか。であれもやっぱ寝屋川でしたし、なんかそういうね、なんかピッチャーとかも、あの子はシニアにおったんかどうかわかんないんですけど、この寝屋川枚方らへんって軟式とかでもね、その名前の売れてない選手がねかなり、多いですし、ほんでそういう選手がねちょっと集まって、まあ、その辺のね地元の公立以降でね、かなり強になるっていうのはもう結構、この大阪高校野球あるあるなんで、あとだから僕たちの世代で言ったら、あの氷ヶ丘とかも、ベスト8ぐらいまで行ってましたし、あのねこのミーヤンキースとか、そのね公式じゃないからって軟式ってね、特にねちょっと舐められがちなんですけど、あの大阪のね軟式はそれこそカドマビッグとかもね、今でこそね、もう名前めちゃくちゃ出てるじゃないですか。でそういうね軟式行く選手ってのが、ね、結構多いんで、敦賀気比のね、上笠田選手とかもね、カドマビッグでしたし、そういうね、軟式の野球チームが、こういうね、軟式で頭いいっていうね、軟式野球やって頭いいってやつはね、結構ね、この同志社交流に行くんで、だから同志社交流が、こうなったのは、まあ、なんていうんですかね、まあもう全然可能性はあるなって思うんですけど、やっぱ勉強もできてね、野球もね、できるっていうのが、なんかほんまにちょっとね、羨ましいなと、思いました。で、まあ、大阪学院の、まあ、負けた原因なんですけど、まあ、これはね、僕、前の動画っていうよりか、ね、結構、大阪学院について動画で話してるんですけど、やっぱりね、まあ、一番は、このね、春とかは結局ね、秋ね、大阪回戦に負けてノーマークやったじゃないですか。で、春、桐蔭履正社倒したじゃないですか。ほんで、メディアにも注目されたじゃないですか。これがね、僕はね、もう一番の敗因やと思います。はい。これやっぱり、狙われるチームになると、やっぱりね、素直に勝てないんですよね。まあ、これがね、今日ほんまに、だから大阪学院は多分ね、勝負して、初めて狙われる立場でね、野球したと思うんですよ。それがやっぱりね、この夏のね、厳しさ。だから春ね、勝ちすぎんのって、意外と、ね、やっぱりその苦手コースとかピッチャーの球種分かられてるとか、ね、何回も言うんですけど、結局ね、いいピッチャーと思って、ね、やっぱ150と思ってて、140やったら打てるじゃないですか。もう150練習してるんでね。だからそうやってね、大阪学院はね、かなりね、メディアがね、過大評価しすぎたって言ったら、その学院がね、過小、それ以下のね、実力なんかってね、言われるんで、そうじゃないんですけど、やっぱり
ね、メディアが持ち上げた分、やっぱ相手チームのモチベーションとかもめちゃくちゃね、上げたと思いますし、やっぱりアルプスのね、客のね、数とかもね、見たらわかると思うんですけど、それぐらいね、もう影響力のね、ある都市やったんで、それこそ今坂くんでした。ショートの子おったりね、この松下くんっていうね、140、150キロね、近くね、掘りのピッチャーの子おったりね、桐蔭履正社倒したっていうね、名前もありね、めちゃくちゃほんまにね、強いチームっていうのが、もう全国的にね、もう分かってたと思いますし、ほんでその中でやっぱりね、勝つっていうのは、結局遅かれ早かれね、もうだから負けるのは、早かったんかなと、結構前の動画でもね、話してると思うんでね、それは結構また良かったね、見といてほしいなと、思うのと、これでもな、やっぱり、ここでやっぱり、この大阪の野球ってね、相変わらずね、面白いなって思いますよね。で、何がやっぱり、これは大波乱ですけど、そんなにね、あんまりね、もうめちゃくちゃね、大波乱じゃないにってちょっと感じるのは、やっぱり大阪学院って、この秋までやったらそんなにね、名前のないね、それこそ大阪開成に、負けてるチームが、やっぱね、春ね、桐蔭履正社にパンパンってね、勝ったので、なんか急にね、もうほんまに神格化みたいなね、もう桐蔭履正社の2強時代は終わったみたいなね、もうここに学院がね、こう入り込むみたいな感じで、やっぱりこうね、バーってメディア的に騒いだんですけど、ね、やっぱり結局ね、勝てなかったっていうのが、逆に言えばなんですけど、やっぱそんだけメディアにこう上げられても、しっかりね、毎回そんな弱いチームに対して絶対に負けない大阪桐蔭と、やっぱりね、履正社はやっぱ改めてね、すごいなと。この学院のね、負けを、やっぱり負けをこう見ると、やっぱりそのほんまに強豪校っていうのは結局なんやかんやで、負けないね、野球をね、するのがうまいんやなって、思いました。はいね。もう今日の試合はほんまに、もう大興奮のね、中ね、でもほんまに、両チームともね、めちゃくちゃね、頑張ったと思いますし、松下君とかね、多分もうプロとかにもね、いけるね、実力があると思うんで、今坂君もね、だから、なんて言うんですかね、ほんまにこの夏、ね、甲子園行ったら、なんかものすごいね、ファンとか、もう大阪学院自体がね、めちゃくちゃね、全国的にもね、有名になったところで、やっぱね、ここで、ね、負けてしまうっていうのが、なんかほんまに大阪の高校野球って、ほんまにどこが勝つかわからんなと、思わせてくれたんで、もっとね、この大阪学院はこの負けをバネにね、またね、こんなね、強いね、代をね、作ってほしいなと思いました。はい、ということでね、皆さんが思う、大阪の高校野球について、ぜひコメントよろしくお願いします。ということで、またお次の動画で会いましょう。お疲れ。